竹豊さんが体験したのはスマートフォンなどから確定申告ができる電子申告 e-Tax です e-Tax での申告は税務署に行かなくても国税庁のホームページから24時間可能で作成した申告書をホームページからそのまま提出することができます決してあの得意な方ではないんですけど私はあのスムーズにあ,あの正直簡単にできるんだなと思いましたなんとか買って あのまあ、来年の来年たっぷり確定申告したいなと思います国税庁は申告の受付期間を例年よりも1か月延長し e タ t a x での申告も推奨、会場での密を避けるよう呼びかけています確定申告の受付は4月15日までです。